がウソップをやったやつか。エカールウィーチェラー、このうちにエラと大暴れしてくれるじゃないの。お前がフランキー、俺はお前をぶっ飛ばさねえと気が済まねえ。これじゃ情報を集めるところじゃねえ。我らカンパニーに乗り込むしかねえか。いきなり乗り込むには守りが硬すぎる。騒ぎを起こして職人たちを引きつけるんだ。フランキーとかいう野郎がやったみてえに目立つものを破壊すれば注意をしてる。あれがロビンちゃんの本心とは思えねえ。もう一度会って話すんだ。燃料切れか。次こそ消してやるぜ。ザクくそ、ロビンのことが片付いたら絶対にぶっ飛ばしてやる。さっさとかかってこい。正々堂々正面から突入してロビンを探せ。行ったそばから正面突破か。不可能じゃねえが骨が折れそうだ。作戦なんて聞いてくれないのよね。私たちだけでも敵の注意を引きましょう。起こせばいいんだな。ロビンのためにもう頑張るぞ。
ニコ・ロビン、もう一度お前に会いたかった。